新型コロナウイルス下で停止していた国際クルーズ船の受け入れが6日、酒田港で再開されました。受け入れは2019年9月以来、この日はモナコの船会社が運営するシルバーミューズ、乗客約550人が初入港しました。地元の和太鼓グループの演奏やゆるキャラが出迎え、乗客をもてなしました。船内のラウンジでは歓迎セレモニーが行われ、航海の安全を祈り、船長に傘服が贈呈されました。